有効は、ミカン未ミカン族の常緑オダカキで、ユズずがい大などと同じ鉱山間吉類の一つ。その名前から、徳島県で栽培されているユズの禁煙種である、有効との関係が連想されるが別種であり、長崎県長崎市の一部地域だけに未生している、独自の在来種である。外見はユズに似ていて、成熟すると、外皮、果肉ともに鮮やかな黄色になり、下皮はユズ。 またはザボンに似た甘い香りがする。果肉には口当たりの良い酸味があって、水分、種は多く、また、火皮の白い部分も食べることができる。有効長崎県長崎市の土井の首地区と外目地区に未生している。農研機構によるとユズとザボンの自然交配で偶発したものと推測されているが、その来歴は明らかになっていない。樹齢百年を超える未生樹が、 複数本現存していることから、江戸後期から明治初期にはすでにあったのではないかと考えられている。土井の首地区と外目地区の山奥にはいずれも江戸時代に潜伏キリシタンの集落があったことから、その関連性が考えられるが、その他の潜伏キリシタンの集落では有効の生息が確認されていないので、因果関係は不明である。現在でも多くのキリスト教徒が住んでいる。 外目地区では、その昔当時の村人たちの貧困を見かねて、その生活向上に尽力した、フランス人主催のマルク・マリード・ロにより広められたと考える人は多い。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として、世界遺産に登録された外海の鉄集落と、王の集落では、文化財保護法の重要文化的景観としても、有効の旗作景観が、 文化的景観として捉えられている。抗酸化橘類としては最高の糖度12度以上を測定したものもあり、生食用の果実としても楽しむことができる。その他、酢の物や調味料、香りづけ、薬味、おやつや飲料などの食用にとどまらず、化粧水やの土薬の代わりにしたり、風呂に浮かべたりなど、幅広く人々に愛用されている。 長崎市内の日本料理店が独自に開発した有効を使ったポンズが国際味覚審査機構による優秀味覚賞を2013年から2017年に連続受賞した。2014年より長崎県ブランド農産加工品認証制度長崎式畑にも認証されている。また、伝統的な食文化や食材を見直すための活動を行う世界的な NPO である。 スローフードが提唱する希少食材を守るためのプロジェクト、味の箱舟に2008年10月31日に認定された。ありがとうございます。